続きまして3点目でございますが、大阪市子どもカーニバル2024の開催についてお知らせをいたします。令和6年4月21日来月の21日に大阪城公園の太陽の広場および大阪城野球場におきまして、大阪市子どもカーニバル2024を開催いたします。子どもカーニバルは大阪市子ども会育成連合協議会をはじめとする市内の青少年団体等の協力を得まして、子どもたちの健やかな成長を願い、子ども同士の交流の場として昭和54年の国際児童年に記念事業として開催して以来、実に46年目を迎えることとなりました。テーマは一緒に遊ぼう、地域の子ども宝と書いて子ども大集合で、子どもは地域の宝であり、地域全体、社会全体で子どもを育んでいこうという意味を込めております。広場中央で行いますオープニングセレモニーでは、鼓笛隊による式典演奏や子ども宣言など子どもたちが主役となって活躍いたします。会場では鯉のぼりが空高く泳ぎ、エアートレトランポリンなど楽しんでいただけるほか、はしご車先端のバスケットに乗り、高さ約15メートルを体験いただくことができます。その他にも模擬店コーナーやフリーマーケットなどがありまして、子どもだけでなく大人の方も楽しんでいただける内容となっております。家族と触れ合うとともに、幅広い年代の子どもたち同士が遊びながら交流し、一日中子どもたちの笑顔と歓声があふれるカーニバルにぜひお越しいただきたいと思います。3点目で子どもカーニバルについてです。大阪市子どもカーニバル2023、去年ですね、市長も出席されていたと思います。で、まあ、その時のその印象に残ったことがあれば教えていただけますでしょうか。はい、就任して一番最初だったかな、市民参加のイベントに一番最初に参加したイベントやったと思います。オープニングセレモニーに行きましてですね、とにかく子どもたちが非常にこう元気で、で親御さんと一緒にワイワイと遊んでる姿が非常に印象的に残っています。で大きな鯉のぼりもあげましてね、楽しんでいただけると思います。で鼓笛隊、先も申し上げましたが、鼓笛隊によるですね、非常に熱のこもった演奏であったり、会場内ではいろんな団体さんがですね、模擬店やイベントや工夫して、いろいろ活動いただいておりまして、で子どもだけじゃなくて大人も一緒に楽しんでいただけるイベントになっていると去年も感じましたし、今年もそうなると思っております。ぜひさまざまなイベントを通してですね、子どもたちの時間を楽しんでいただく一日になりますので、ぜひお越しいただけたらと思います。